当然ね、これだけの成長しましたしね、はい、ただやっぱり今年で覚えたんじゃないですか、この1年間の1シーズンやる難しさっていうのね。ここも初球打っていきましたが、最後はショートに任せます。の体力であったり調子の維持であったり、こういうの勉強ですよね、はい、2球目打ってこれをショートゴロ、ツーアウトになりました。スワローズはピッチャーが木澤に変わっています。3番手ファーストには北村、ライトに丸山和也、レフトに山崎が映っているということです。2球目打ってこれはライト、3番手の木澤がここはあっという間に3つのアウトを取りました。松田も2軍のゲームに出場して、昨日は代打でタイムリーツーベースを放ちました、ね、そうですね、はい、山崎、丸山、和也、低めのボールついていきましたがファウルです。今度はインコース、キャッチャー中村、ここはストレートでいきました。空振りの三振です。首を2度かしげました4番の岡本。ちょっと構えたところよりは逆に行きましたが、ね、だいぶ逆でしたけども、どうですか。この当たりはサード一塁へ送ってスリーアウトになりました。